はい、今回もですね、懐かしの誰やねんと、まあ、今はときめいてないですけど、来てないのかな？多分来てるよね、絶対会場に。カニーヒャですよ。懐かしくない？俺なんかで言うとね、カニーヒャは全然その世代じゃないんですけど、まあ、昔のスーパーレジェンドということで、でもね、94年のワールドカップには出て、なんかゴール決めてましたよね、なんか髪の毛の長い長髪のね。で、98年メンバー漏れして、ね、2002年なぜか、メンバーに選ばれて、ベンチかなんかに入ってましたよね。で、ベンチかなんかに入ってんのになんか主審かなんかに最後暴言吐いて退場になるってね。でも2002年の時って何歳だったの？2002年の時に35歳ぐらいだったのか。90年のね、イタリア大会が一番なんかキャリアのピークだったらしくて、なんかマラドーナと共にね、ゴールしてましたよね。もちろんリアルタイムでは知らないですけど。でも俺はでもあれかな、やっぱ94年の何戦だ、ナイジェリア戦か、あの辺でなんか2ゴールぐらい上げたよね。いや、すげえ蹴ってるかなっていうのを思い出したぐらいかな。クラブではそんな活躍してたんかね。クラブでどこ行ってんの。なんか点々としてたみたいですけどね、イタリアをね。でもそんな活躍してるとか聞いたことないよね。基本はやっぱこのボカなのかな。まあ、あとそれとフィジカルがそんな強くないんでね。これね、見た感じ細身ですし、まあだから、イタリアではこんな活躍してるって知らないですよね。でも一応キャリア見てるとか、ローマとかアタランタとか、その辺で活躍してたのかな。まあでもね、アルゼンチンってやっぱこの頃バティストゥータですから、バティがね、フィオレンティーナでゴール量産してましたからね。まあカニーヒャはね、そこまでだったのかな。まあなんか今も髪の毛長そうですけどね、なんか見てるとね。でもアルゼンチンがさすがに決勝に残ってるわけですから、ドーハに来てるでしょうね、どっかに。なんかいろいろね、カメラで抜かれるますけどね、レジェンドが。でもカニーヒャは見てないよね。クレスポ、確認したのはクレスポ、ソリン、サネッティ、バティ、カンビアッソ、あたりは確認したな。カニーヒャはまだ見てないね。まあそのうち抜かれるかもね。